米から虫からなくし大厨房です。ご視聴ありがとうございます。シュードトロインリネルジャポニカル。この動画では飛ぶカナブンのリアルな作り方がわかります。ヤフオク販売再開してます。もしかしたら売ってるかもしれません。動画説明欄から覗いてみてください。このチャンネルでは厨房オリジナルの新作虫折り紙動画を週1から2回ぐらいアップしてます。虫好きの方、折り紙好きの方、チャンネル登録ぜひお願いします。周りのお友達にも宣伝してくれたら嬉しいです。ってなわけで飛ぶカナブン厨房と一緒に作ってみようぜ。厨房からのお願い。 YouTube を見るときはお家の人に声をかけて部屋を明るくして離れて、休憩と水分補給をとって、ハサミに気をつけて、小さいお友達を大人に頼んでください。最後まで聞いてくれてありがとう。今回は羽を広げている昆虫ということでリクエストいただいていたので、前々から考えていました。飛んでるカナブン、まあ、コガネムシとかカナブンとかを作ろうと思っておりました。リクエストありがとうございます。好きな色の折り紙2枚用意してください。ハサミがあれば大丈夫ですけども、テープもまあ一応用意してください。テープなしでも結構くっついてます。離れないですね。それでは頭から折っていく。縦横まずは折っていきましょう。で折ったら三角折ります。折れたら四角に閉じてください。一応折り線なんですけども、こちらの方向でまずは真ん中に向かって三角4回折ってください。久しぶりに金使ったな。今回もね、カブクワじゃないっていうことでね、カブクワの成虫今年になってからまだ折ってないっていうね、珍しいですよね。まあまあ冬だしね、まあ、新年だし、新しい可能性をね、このチャンネルの可能性を見出していきたい。で、夏が近づくにつれてカブクワが増えていったら面白いのかなと、盛り上がっていけばいいなと思います。よいしょ、はい、裏表折りました。四角に開きます。開いてこっちじゃなくてこっちに違う方向に折り線折ります。形としては三角ですね。真ん中に三角を折ってください。はい、4回折ってください。よし、はい、ここまで折れましたら、また四角に開いていただいて、1枚取ってこちらの方向で開きます。ここが白くなるようにしてください。これ4回やっていきます。こんな感じで4箇所開いてきました。そしたら1枚めくります。面変えます。こう折って折り線つけます。つけたら戻す。反対側にも折り線つけて戻しておく。ではこの折り線の真ん中の折り線意識してください。あとここの折り線ですね。もちろんね、こっちで
開いてもいいんですけど、同じなんですけど、こっちでやっちゃいます。折り線を使って開いていきます。はい、こんな風に開きます。そのまま折り線を使って下の方も、まあ、同じような感じですかね。開きます。よいしょよいしょ。はい、折り線があるんでそんなに難しくないかなと思います。反対も一緒です。2枚使うのとハサミは1回だけ使うかな。まあ、角がねない分、それをね羽に使うこともできたと。はい、こんな感じですかね。で今回は体から折っていきます。すいません、頭って言ったけど体です。これ体の方が肝なので、とりあえずこれを下ろしときます。で逆さに持ちます。こんな感じになってます。はい、こいつを開きます。まずは羽を作ります。ここだけ白いので白くしましょう。ちょっと難しいのかもしれない。これぐらい開いてください。ここは閉じててもいいかな。こんな感じで、まあ、開いてもらって、ここでまず折ります。下ろして。で、一緒にこの斜め線で折ります。ここの線とここの線で折ります。こんな感じ。こことここで折ります。その後こっち側でも同じところで折ります。このラインとこのラインですね。で、まあ、谷折りでしょうか、折り下げる形です。めくります。はい、こんな風に折ってください。折りましたらここ真ん中は谷でいいです。これを閉じていく感じですね。で、こちらの真ん中もへこませて、気持ち谷にしといてください。先っちょだけでも折っとくといいです。で、真ん中をへこませながら、よいしょ、ちょっとずつちょっとずつやっていくといいです。白くて見えなかったらすいません。で、ここが三角になるようにこっちとここで引っ張ります。ゆっくり、はい、で、ここが綺麗な三角みたいになるように引っ張ります。こんなもんかな。こんな感じになってます。こちらはこうですね。ちょっとここは難しいかも。ここもへこんでる、ここもへこんでる、で、ここの紙が出てる状態というのをもう反対側もやります。こんな感じですかね。ここに真ん中の紙があって、もう反対側もここで作ります。開いてめくって下ろして、反対も
この三角だけ意識してもらって、で折り線で一度折る、こちらもめくる、折ったら真ん中を少し折っておきます。でここ押していきます。でこちらからも押していきます。上から見てここが三角みたいな感じ、はい、こんな感じになってきたら引っ張ります。多少の歪み、シワはあると思います。はい、でこう開くと、こんな感じでね、ここが三角三角みたい、まあ開こうと思えばこうやって開ける状態ですね。で綺麗にこうなってればいいかなと。で閉じておきます。よいしょ、これはね、まあ、下げちゃっていいかな。はい、白い羽ができたと思います。はい、では羽を作っていきましょう。羽はまずは背中の前肢前羽、ここのラインを決めたいので、尖ってるところを折っていくんですが、ここのあたりですね、この辺かな、ここに目指して横を折っていきます。ここはちょっとニュアンスで折ります。ここから角を同じくらい折ってください。まあこんなもんか。はい、一度折ったら開いて、開いたら線で折ります。内側に折って隠しておきます。で閉じます。でこのラインが決まります。ここですね。そうしましたら角を少し折ります。でそんなに羽はすごい長くなくてもバランスがいいと思うので、片方折って手重ねて、反対側も同じくらいで折ってあげればいいかなと思います。折りましたら開いて折り線で折ってあげて、で閉じます。開いて折って閉じます。閉じたらここの角をめくります。ここの角あたりまで、ここですね、こんな感じでめくってください。こちらも同様、必ず表目背中側をめくってください。この角から、まあ、できるだけ細くでいいと思います。こんな感じで折ってあげてください。折れたら、ここに斜め線があるので、この角からここに斜めに折ります。ここからここで斜めに折ります。まあ大体ですけどね。ここの斜め線からここに向かって折ります。
ちょっとここが重なるぐらいですかね。で、同じぐらいに折れていくかなと思います。折ったらここのラインかなで折り返せばちょうどいいかな。ここに線があるのでこの線ぐらいで折り返してあげる。で、折ったら開いてもらって斜めに折ります。で、この真ん中からここに合わせて折ってで上げます。これで崩れないと思います。しっかり固まったかなと思います。これちょっともう少しこれぐらいかな、1枚めくってまあ倒しちゃいましょう。で、角から折っていく感じですかね。裏側はこんな感じで折ってあります。これでここが決まったので次はこの辺かな。大体なんですけどこの角に合わせて折ります。こんな感じ折ります。こっちの角から少し残して折ります。こんな感じです。これぐらいで折ります。こっちも少し斜めにして折ります。飛行機みたいな感じになってきた、まあ、羽っぽくなりますこれだと。で、まあ後でね完成してから調整でいいんですけど、この状態で体に合わせて一回折ったりとか、まあ後々ねこういうとこで折ったりとかしてあげるといいかなと思います。はい、まあ、羽はこれで OK。 一応まあ畳めるには畳めるんですけど、こんな感じで無理やり格納はできます。後ろ足かな、ここを出してもらってまあ、今回1回だけ使わせてください。真ん中をハサミで切ります。気をつけて使いましょう。はい、ここまで切りました。切ったらここ先折っちゃいます。そうだな、後で調整でいいと思うんですけど、そんなに長くなくていいんで最低でもここら辺までは折るんですけど、気持ちもちょっと折ってもいいかな、これぐらいかな。あとでねバランスを見て調整していいです。で、一度少し折ります。はい、こんな感じで角に向かって斜めに折ります。小金っぽく作ればプラチナ小金もね作れるっていう。で、この辺へこませてお尻を作っといてください。このもかな、まあ大体こんな感じで作ってます。で、1枚取ってかぶせるようにしといてください。これでまあ一応こう頑張れば格納できるんですよね。それもありやな、格納シーンもありやな。
まあちょっとだいぶ不格好だけど、一応ねこうするとなんとなくこう格納はできるんですよ。収納できるので飛んでないバージョンもねできます。チャーできます。まあ、広げてる方が飾っとく分にはかっこいいのかな。でまたこうやって広げられるのでしまったり広げたりして遊ぶこともできますと。はい、これでお尻もなんとなくできましたと。はい、そしたらですね後ろ足になります。これ裏にして斜めに折っていく。だいたいここに重なる、合わせればいいかな。羽の角でここの三角に合わせればちょうどいいかなと。先を細く折ります。たら一回上に上げたいので体に合わせて、まあ、折っちゃう感じですかね。で一度斜めに折っておく。おお、金ありやな。こんな感じですね。はい、でここの角は後でこんな風に折るので、まあそのままでもいいかなって感じです。後でね、頭と合わせるときに使います。こんな感じになります。とりあえず、ね、このままでいいです。はい、こんな感じで体完成です。今度こそ頭を折っていく。最初同じです。全く同じ。途中まで。あの形まで。同じで大丈夫です。縦横って三角折ります。この折り線はなくてもいいんですけど、あった方が折りやすいと思います。カナブン、まあコガネムシでもいいんですけど、ジャポニカってつくんですね。中国とか日本が多いみたいですね。カナブンってカナブンが基本だと思ったら、ハナムグリの中のカナブンなんですね。そんな印象ですね。分類上ハナムグリの中のカナブンみたいな、コガネムシ、ハナムグリ、カナブンっていうくくりなんですかね。カナブンはかなりこう狭い種類というか、種類分けでいうとハナムグリの方が小さいくくりだと思ってたんですけどね。こっち側にも折り線を折ってください。はい、折れました。折れたら同じように開いていってください。ハナムグリってなんか花の蜜を吸うイメージが強いですよね。まあ花に潜るからですかね。緑色の白点のハナムグリが結構イメージありますけど、
お花にね。でも中央のイメージは樹液にいるこういうなんだろう菌というか動植の白天花むぐりがすごく印象ありますね。1枚めくっておきます。はい、折り線つけます。白天花むぐりと白星花むぐりの見分けが全くつかない。あ、だから点々つけて花むぐりにしてもいいのか。こいつをね、動植か、あれ金じゃないもんな。はい、できます。同じです。コガネムシとかカブトムシとかクワガタムシはここの鞘羽というか前羽をこうパカンって開かないとダメなんですけど、カナブンやハナムグリは羽をこうちょっとこうやって傾けるだけでパカッとこう飛ぶ羽が開かれる、そういう種類ですね。そういうね違いがあって面白いですよね。まあ、写真をね検索するとわかるんですけども、すぐ飛べるんですよ。足場がなくても飛べたりとか、と飛行するまでの時間が、飛び立つまでの時間が早い、短いっていうことですね。すぐ飛べちゃう、ブンって振動を感じたらすぐバンって飛んでいくイメージなんですけど、なんかでも樹液にいる子はそんなに、夜はそんなに早くない気がして、花むぐりの印象、カナブンの印象って昼間は早いけど夜は遅いというかのんびりしてるような気はしますね。なんか昼の方が飛んでるイメージ。中高生なのかな、昼活動型なのかな、やっぱり。あ、白天花むぐりとかカナブンがいるクヌギとかは夜ね、クワガタとかカブトムシがほぼ、まあコクワとカブトムシぐらいだったらほぼ 100% いるんじゃないですかね。でたまにノコとか、場所によってはミヤマとか。はい、全部できましたら長いところを振り上げます。2枚だけあるかな、折り上げちゃいましょうか。はい、よいしょ。1個開いて、で、短いやつを上に上げて、でこの三角形にして下ろしとくとまあいいのかな。別にやんなくても後でも大丈夫ですけど、こう長いのと短いのが交互にある感じです。で1枚だけ上に上げといて、まあ、3枚ずつか真ん中でやっときます。頭作ります。まさに頭で、とりあえず折ります。で折り線を重ねるようにして折ります。で蛇腹に折っておきます。こんな感じかな。でだ、ここの折り線をここの折り線に重ねる。この間に線ができるように折ってください。はい、こんな感じかな。で頭は先っちょはさらに小さく折っておくといいかなと思います。で一気にやってたら一気にでもいいし、
まあ気持ち折り線こうやってつけてもいいけど、あんまり意味ないんだよな。折りづらいなと思ったら、ここの段を増やせばいいんですけど、一旦そのままやります。こんな風に起こして、ここが三角になるように折って、ここを細くします。金分っぽくしていきます。こちらも起こして折ります。これはちょっとむずいな。もし折りづらかったら、短くはなっちゃうけど、こうしよう。難しい人はこんな風に段を増やしてから同じように折って、結局やりづれえな。こんな風に折ってあげるとちょっとやりやすいけど、この頭の部分が短くなっちゃうので、できればここだね、この状態でちっちゃく折ってあげるといいです。で、あとでさらにここ横を、まあ、折っていく感じですね、が一番リアルかな。後々こんな風にね、折ってあげるといいと思います。まあなんとなくイメージしといて、後でしっかり折りましょう。頭ができましたら、触角を折ろう。ここ短い三角を上に上げます。はい、上げます。上に上げたら、こっちが背中だとしたら、まあどっちでもいいんですけど、真ん中に向かって細く折ります。めくって合わせて折ります。上から見るとこんな感じ、後ろからだとこうです。こいつを上に上げて細くで、こちらも細く折る。で、細くしてあげて、これを触角にしていきます。はい、で、この辺かな。顔に合わせて斜めに折ってます。開いて、この辺りかな、はい、で、ねホイールじゃない人はこんな風に開いて中割り折りをしてもいいし、ホイールの人はこれやんなくても大丈夫かな。かぶせにしてもいいかなと思います。で、先っちょをちょっと開くような感じで折ってあげてください。で、もし余裕があればつまんで少し細くしてあげてもいいです。まず
先の方をこのままでもいいし、中割りにしてもいいし、まあ、かぶせてもいいし、まあ、かぶせにしてちょっとこうつまんで前にかぶせ折りみたいに丸くなると思うんで、でこんな風に余裕があれば細く折ってあげてもいいです。繊細、こんな感じで作ってみてください。これもね、調整にはなるんですけども、裏側来ました。裏側来てこの角折ります。ここはいいんだけど、合わせちゃっていいかな。でここも一回こんな風に折っていいです。で頭とかやる前に中を開いて、背中側から1枚のところで斜めに、ここを山にして、こんな風に引っ張り出すような感じですかね。で角に合わせて出してあげる。背中から1枚取って、この紙を真ん中でつまんで山にして、ここの辺までで引っ張るようにして、で下のこっちの角に合わせておくといいかな。これでね、中足です。でお腹側、裏側の方から1枚2枚とめくって、長いところを1枚めくって、長いところをここのラインに合わせて折ってあげて、さあ今度前足にしてあげます。1枚めくって出して、斜めに開いて閉じる。はい、まあこんな感じかな。で前足、中足に関してはこんな風に内側に折ってからつまみ折りとします。真ん中で先の方からつまんでいって、良きとこで折る。これ線つけてもいいけど、まあ4つもあるから大変だし、こんな感じかな。これ線つけるとしたらこうですかね。こうつけて真ん中でつまんで折って倒していってください。これ前足、中足も同じ。寒いな。こんな感じで前足中足折ります。折れたらここですかね、足の付け根のあたりで上に折ります。でまあこうなるんですけども、とりあえずこれでいいかなと思います。一応じゃあ顔の横も折れそうだったらこんな風に、よ、折ってあげてもいいかなと。よりリアルかなと。へこませる感じですかね。でちょっと下に向ければ。いいかな。はい。こんな感じで頭完成です。ガタシグー。こんな風に重ねて閉じていくんですけども、
一応ね置いとく分にはというか、まあ多少こうやって投げても外れないぐらいなんで、これテープつけてないです。まあ、テープが欲しい人はテープを両面テープをこうつけてもいいと思います。ただまあなくてもそれなりにはくっつけます。で上の紙を1枚めくってこの飛び出てるところを引っ掛けます。真ん中でギュッと押さえてここ1枚上の紙をめくって合わせるようにして角を折ります。これで合体させます。で反対も持っといて羽をどけてこのね体の方の角を頭の一番上の紙に巻きつけるような感じで合わせて折ります。折って閉じます。よいしょ、これでか、はい、これで合体です。一応これでくっつくんですけど、しっかりくっつけたい人はさっきのところに両面テープを貼ってあげるといいと思います。こんな感じで飛ぶカナブン完成です。というわけで今回は飛ぶカナブン作ってみました。うまく折れたでしょうか。他にもいろんな折り紙作品あるのでお気に入りをつけてみてください。この動画が良かった人もそうでない人もグッドボタン、チャンネル登録、またの方もそうでない方もチャンネル登録してくれたら嬉しいです。拡散、訂正、宣伝もよろしくお願いします。あなたの高評価、感想やリクエスト、コメントが創作動画編集の力になってます。あなたの熱い思いをリクエストに載せてください。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ちゅうぼうでした。バイバイ。